エスパちゃんたちの手にかかるとそれすらもうめちゃめちゃかっこよくなるっていうのがもうすごいというか。高評価ボタンとチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。今回はエスパちゃんたちからウィプラッシュということで、こちらのミュージックビデオを見ていきたいと思います。いきましょう、レッツラーゲッツ。音楽もいいし、映像もいいし、ダンスもやばいし、いや、これはちょっと参りましたね。うわー、別格、すごい、本当に。いやー、恐ろしい、すごいかっこいいっすね。このやっぱね、メタルな質感ですよね。黒とシルバーっていうのがやっぱすっごく似合うなっていう風に思いますけど、うおなんかこうやっぱね、その撮影器具っていうんですかね、を使っていくところ、これもスタンドですよね、だからね。しかもそのプロが使うやつじゃないですか、全部機材が。そのあたりとかやばいっすよね。こういう機材って、もともとあるというか、で、それをかっこよく見せちゃえるっていう、エスパちゃんたちの手にかかるとそれすらもうめちゃめちゃかっこよくなるっていうのがもうすごいというか。わくぅ、今までにないミュージックビデオのテイストですね。ちょっと文字がサッて入ったりとか、ここら辺ね、だからフォーカスっていう風に書いてあるじゃないですか。ピントの合わせ方が絶妙なんですよ。多分これ、一番後ろにウィンターちゃんにフォーカスが合ってて、だからジゼルちゃんもカリナちゃんも多分、ピントはバッチリは合ってないっていう。だから後ろで歩いてるウィンターちゃんに一番ピントが合ってるっていうね。っていうのがちょくちょくあるじゃないですか。そのあたりやばいっすね。いやー、うわー、で次ニンニンちゃん出てきて、わー、これターンテーブルのやつか。うお、だからうーんだったんですね。これはかっこいいわ。いやー、やっぱすごいな。やばいな。すごいな。かっこいい。いや、えぐいって。どういう描写？このアングルやばいな。本当に。うわー、すごい。天才。この感じやばいっすね。音かね。ちょうどカリナちゃんの後ろにもう一台カメラがあって、これレンズだけですよね。本体だけで見てて、あ、本体なしで見てて、でこっちにね、本体とレンズが、くー、すげー、これやば。強すぎる、マジでやばいわ。抜けてますね、本当に、エスパさんたち。いやー、すごい。ということで見ていきましたけども、いかがでしたでしょう。ということで、10月のこのタイミングで来たかっていうね、もうものすごい曲だなというふうに思いますので、まあ、改めてね、ダンスの方も注目して見ていきたいなというふうに思うところでございます。ということで、皆様の感想もお待ちしております。現場からは以上でございます。ありがとうございました。よいしょ、せい。